ルデ、今年の三歳ボバ戦線を表しているようだ菊花賞のレースを見ながら、そんなことを思った。ガチ予想、クラシック最終戦、菊花賞、おガチ予想。キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円、富見た雪三島マリエ、皐月賞もダービーも戦前には、混戦、という表現が使われた今年の三歳ボバ戦線。レース前には確たる主役がおらず、 レースが終わればその勝ち馬が次のレースでも人気になるが、結果的に期待に応えられず、また新たな王者が生まれるという流れを繰り返してきたが、今回の菊花賞もそれは変わらなかった。ダービーバダノン・デ・サイルが単勝2.9倍の支持を集めたが、単勝オッズ10倍を切る馬が後頭もいるなど、例のごとく混沌としていた菊花賞。そのダノン・デ・サイルもダービー以来の実戦ということもあり、 馬体重はダービージからプラス18キロとなる522キロ。馬体重が発表された際、ファンからはどよめきが起こるほどだった。ひと夏を超えて馬体が成長したのは確かだが、パドックに現れたダノン・デ・サイルはやはり馬体が少々立派すぎた。そしてこれを任そうという馬たちもどこか物足りなく映ったのか、ダノン・デ・サイルの人気は変わらない。そんな中、 2番人気に押されていたアーバン・シックはというと、実に穏やかに周回していた。これまでと比べるとやや気合いのりが足りないのでは、と思わせるほどの穏やかな歩みは異様にも映るほど。だが、アーバン・シックはこの時、静かに闘志を燃やしていたのかもしれない。春のリベンジを果たすために、上がり最速の時計を記録しながら届かなかった皐月賞。 東京に舞台が変わることで末足爆発が期待されたものの伸びずに大敗を喫したダービーと持ち味を生かしきれなかったが、セントライト記念で初めてタッグを組んだクリストフ・ルメールは、絶対に能力がある馬、とそのポテンシャルを認めていた。だからこそ、ルメールは信じていたのかもしれない。自分の走りができれば、勝てると、ゲートが開いた瞬間、外枠からエコロバルツが果敢に先頭に立っていき、 逃げると目されていた名将タバルが控えるという意外な形でスタンド前に入ったがファンの大歓声を受けると名将タバルが上がって一気に先頭にこの時 2000m を通過した馬群の通過タイムは1分2秒0かなりのスローペースとなった馬の木に任せて上がっていった名将タバルから今度はピースワンデュックが花を奪いに行ってそれにノーブルスカイシュバルツクーゲル ミスター・ジーディーらが絡んでいくという具合に入れ替わり立ち替わりで先頭に立つ馬が変わっていくという忙しい展開に。この流れに対応できなくなったのか、スタート直後は3から4番手につけていたダノン・デ・サイルは後方へと下がってしまった。この時、ルメールとアーバン・シックはというと6から7番手の位置に。スタンド前を走っている時は後ろから数えた方が速いくらいのポジションにいたが、 向こう正面の真ん中頃に差し掛かる頃から仕掛け始め、一気に先頭を捕まえられるだけの位置に。そのポジショニングはこれだけ忙しい展開の中にあってみにスムーズなもの。流れに逆らわず、無理なく動いて押し上げていく。そんなアーバンシックのリズムに乗った走りは最後の直線で輝くことになる。4コーナーを回り、迎えた最後の直線、スタミナには定評のあった上がり馬。 アドマイアテラが名手、竹豊の手綱に導かれるように先頭に立つと、その外からアーバンシックが襲いかかった。ルメールのムチが一発、また一発と入るたびにストライドを広げるアーバンシックは並ぶ間もなくアドマイアテラを捕まえて先頭に立った。残り200メートルを過ぎたばかりの地点で先頭に立ったことで束から目標にされることは間違いなく、ここから刺される可能性も十分にあったが、 ルメールとアーバン・シックの走りに迷いはなかった残り 100m 過ぎゴールに向けてひた走るアーバン・シックをめがけて各馬が追いかけてくるがどの馬も足が上がりもうひと伸びがない残り2 0 0メートルの時点で戦闘を譲ったアドマイア・テラが懸命に食い下がっているところに内から湘南ラプンタ外からはヘデントールが猛追してくるが先頭のアーバン・シックはそのはるか前を走りそのままゴール 2着に入ったヘデントールにはニバシ馬身半という今年のクラシック3冠レースの中で最も大きな差をつけ、アーバンシックは最後の1冠をもぎ取ってみせた。それは今年の3歳ボバ戦線の混迷ぶりにピリオドを打つものだったといえるだろう。だんだんペースアップしたときは、勝てる、と思った、と、ルメールはインタビューでこう振り返ったが、この馬の走り方を変えず、自分のリズムを守ることに徹した。 といいううように一番強いのはアーバンシックだと戦前から相葉のポテンシャルを信じていたことがうかがえるそして最後にルメール箱を語ってインタビューを締めくくった秋から大人になったしパワーアップしてきたまた GI でもいい結果を出せると思う思えばルメールを背にして菊花賞を制した馬といえば里のダイヤモンドフィエールマンドレッツァと3頭いるが里のダイヤモンド フィエールマンは菊花賞後にも GI を制し、ドレッツァは海外へ遠征し世界の強豪相手に奮闘している。そんな偉大な先輩たちの定跡を見れば見るほど、アーバンシックの今後が楽しみ。